皆さんこんにちは。こんにちは。はい、とうとう4回目となりました。この前の筋トレきつかったですね。聞きましたね。聞きましたね、はい、で今回も筋トレなんですけど、ラストである今回はこれを使います。椅子を使って肩の筋トレは違いますね。違いますね。はい、椅子を使ってお腹を鍛えます。お腹を鍛えると腰痛予防にもなります。椅子を使ってやってみましょう。はい、ソファーでもできるかな。できるかな。なるほど。座れるものだったら何でもできる。はい、もう椅子なくても床でもできるんですけど、はい、はい、せっかくなのでお家にある椅子を使ってやってみましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では腹筋を鍛えていきます。椅子に浅く座ります。浅く座って背もたれに寄りかかります。もうすごくこう猫背になって大丈夫です。で、両手は座面につかみます。はい、次にゆっくりと両足をお腹の力を使って10センチ以上持ち上げます。ギリギリまで下ろします。息を吐きながら上に上げます。はい、これを10回できる人は15回、はい、2セットやってみてください。はい、では早速楽しい腹筋をやっていきましょう。はい、はい、では椅子に浅く座ります。はい、そしたら背もたれに寄りかかります。はい、両手で椅子をつかみます。はい、椅子をつかみます。はい、大丈夫ですか。はい。はい、でゆっくりを両足、ゆっくりをじゃないね、ゆっくりと両足を上げます。上げるんですか。はい、これでも結構いい感じです。あ、はい、で10センチ以上、10センチ以上、これ10センチになってます。はい、もうちょっと上がりそうです。これで、はい、で床ギリギリ落とします。大体いいです。はい、息を吐きながら上げます。はい、下ろします。はい、上げましょう。息を吐いてお腹の力でぐーっと上げて下ろします。大丈夫そうですか。はい、行きましょう。筋肉なんで自分の足って重いんだろうっていうぐらいお腹が効きますよね。はい、行きましょう。あ、どうぞ。上がりですか。10回から15回なので今何回ぐらい行きましたかね。せっかくなので10回頑張ってます。はい、何回ぐらい、6 5 6 6、はい、じゃあ次7。間違ったらごめんなさい。はい、8、はい、下ろします。はい、9、お腹の力を使って下ろします。はい、じゃあラストにしましょう。息を吐いてください。はい、ゆっくり下ろします。はい、これを2セットやれば結構効きますかね。で、余裕のある人は背もたれにつかずにこうギリギリのラインで止めて、でこれで腹筋を鍛えてみてください。笑顔で、はい、ラストは腹筋でした。ありがとうございます。結構きついです。はい、ありがとうございました。皆さんどうでしたでしょうか。4回にわたってストレッチと筋トレをやってきました。はい、はい、あ、そうですね、先生どうでしたか。はい、家にあるもので簡単にエクササイズできますので、はい、運動不足をぜひ解消していきましょう。はい、コロナに負けるな。負けるな。ありがとうございました。はい、寺木先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。